鹿本教授です。このプリウス PHV ですね、導入して1年、経ちましたので、不満点ですねをこの動画でお話したいと思います。はい、で不満点ね、一つすごく大きな不満があります。でこれは実は納車してすぐに言ったんですけれども、もう未だにねこれは本当に、不満です。何かというと、はい、この画面エネルギーモニターのこのバッテリーね、バッテリー残量がこの表示だとわからないということですね。はい、こっちだと、このメモリーっていうかね、ある程度図でわかるし、左上にね、今は横棒になってますけど、バッテリー溜まってきたらね、1%、2% って表示されるんですけれども、それがね、これだとわかんないと。で、これ、もう本当納車してすぐ言った通りなんですけど、これね、やっぱね高速走行とかしててエネルギーモニターを見ときたいんだけど、でもバッテリー残量もどれぐらい増えたかとか減ったかとかっていうのも知りたいってことがあるんですね。でそういう時にやっぱいちいちこういう風にねハイブリッドシステムインジケーター、パワーインジケーターの方とこう、ね、エネルギーモニターの方をねこういちいちこう切り替えないといけないんで、だからこれ両方同時に知りたいんですよ。で普通のノーマルのプリウスってこれエネルギーモニターね、ちゃんとバッテリーの残量表示がされてるんですよ。あのメモリなんで、普通のプリウスは、てか普通ハイブリッド車はね、こうパーセントでは表示されないですけれども、残量ね。でも、8段階で表示できるんですね。8メモリ中の何メモリかっていう表示ができるんですけど、この車はそれがなんか常にこうフル充電みたいな感じになって、だからこれがバッテリーのその残量を全く示してないんで、これは非常にね、不満です。てか普通のだから、なんで不満かっていうと、もう普通のプリウスで残量表示してるのにこの車ではしてないっていうところですね。だからこの表示をそのまんまこのエネルギーモニターでもしてほしいんですよ。してほしいんだけどそれがされてないと。で普通のプリウスはそうなんですね。普通のノーマルのプリウスはこの残量表示とここ同じになってるんですけど、なんで同じにしなかったのかなっていう、なんかね怠慢にしか思えないんですよ。これをしない合理的な理由がわからない。この画面にしてるとバッテリー残量がいくつかっていうのは分かんなくて、こっちにしないといけない。で、ちなみにこれ右側にね、右側もこれバッテリー残量表示にすることはできるんですけど、はい、これですね。でこれにしたら、残量、パーセントでは分かんないんですね。やっぱ細かいこと知りたかったらこっちですね。左側の左上ですね。で、今はちょっとバッテリー、あんま溜まってないんで、ハイブリッド領域なんで、パーセント出てないんですけど、やっぱりね、左上、じゃないとこのパーセント表示がない、わかんないと。ちなみにナビでもね、ナビでもこれ9インチの T コネクトの対応のナビなんで、こちらではわかります。こっちのねナビの方は残量表示がされてるんですね、エネルギーモニターだから。これよりはねマシなんだけど、ただこっちの方がソーラーで充電する電力とか表示されるし、エアコンつけた時とかねも表示される。今送風しか使ってないんで、扇風機のマーク出てますね、今ね。はい、こうすると扇風機のマーク消えます。はい、もう一回ちょっとエアコンじゃないや、送風入れると、はい、扇風機のマーク出ますね。でエアコン入れると、はい、こういう風に、ね、なります。はい、こっちのエネルギーモニターはエアコンとか入れてもそういう表示にならないんで、だから基本的にはねこのエネルギーモニターの方が詳しい表示が出るんですね。特にソーラーパネルの発電量ですよ、この車だったら。だけどやっぱバッテリー残量だから、この表示、逆に言うとバッテリー残量さえちゃんと表示してくれれば本当にもう完璧なんですよ。でバッテリー残量表示してくれれば、あとは右側はパワーインジケーターにして、これでいいかな、これで左側がエネルギーモニターで右側パワーインジケーターでって感じで、これで完璧なんですよね、バッテリー残量が表示されてればね。だけどバッテリー残量表示されてないから、これにしたりこれにしたりとかっていちいち切り替えないと状態が詳しく把握できないということですね。ということでこれはね、いやだから本当このバッテリーなんでこれと共通にしなかったのかなってところですね。これはちょっと理解不能というか、本当怠慢でしかないと思うんで、ちょっとこれは非常に大きな不満です。そのやる気がないっていうか、なんでこうしないのかの合理性がないんでね、だからこれは非常に大きな不満です。大したことないっていうふうに思われる方多いと思いますし、実際大したことないっちゃ大したことない、これがないからこの車おすすめできないとかね、いうわけじゃないんでいいんですけど、ただこういう合理性のない
ことっていうのは私嫌いなんで、うん、本当これなんで残量表示されないのかっていうのがわからないんで、うん、これわかる方ちょっと教えていただきたいです、もしいらっしゃるね。でも多分、まあ、開発者しかわかんないな、こんなわかんないですけどね。これをそのバッテリー残量表示に して発生するデメリットってあるのかなって思うんで、多分ないですよね、これ共通化してね、デメリット。まあ、私の場合はいつもね、左がエネルギーモニターもしくは、インジケーター、まあ、パワーインジケーターですね。で、右側が瞬間燃費、この組み合わせで走ることが多いですね。で、これを上と下切り替えながら走るって感じです。はい。じゃあそれが一つ大きな不満点でした。で、もう一つね、まあ、これはそれに比べれば全然大したことないんですけれども、チャージモードですね。はい、ちょっとチャージモードをします。はい。ハイブリッドモードのボタン、切り替えボタンを長押しします。長押しするとチャージモードになります。はい。で、チャージモードにして、やっぱりハイブリッドモード戻しますって時に、はい。これね、EV モードにね、最初切り替わろうとするんですよね。だから、今みたいにバッテリー残量少ない時は、警告っていうか、ピピっていう風に音が鳴るんですよ。だからこのボタンを長押しでチャージモードになって、で、もう一回、チャージモードを押したらハイブリッドモードになるにすればいいと思うんですね。だけどチャージモードの状態でボタンを押すと EV モードに切り替えるとするんですね。でこういう風に今みたいにバッテリー残量が少ない時は EV モードにならないからピピっていう風になるんですね、うん、ちょっと後でこれバッテリー溜まった状態でもう一回やろうと思いますけど、チャージモードにします。長押しします。はい。で今 1% ありましたね。はい、 1% 溜まった状態だとこれで、はい、もう一回ボタンを押すと、はい、EV モードになりますね。今は警告はならないです。まあ、バッテリーがあるから EV モードになったからね。はい、だけど本当はね、チャージモードの状態でボタンを押したらハイブリッドモードになるのが普通かなっていうふうに思うんですよね、うん、チャージやめたいくてハイブリッドだから、やっぱねその辺はやっぱりあれなんでしょうね、この車だから充電して走るのが普通だから、だからハイブリッドモードにするっていうのがイレギュラーだと解釈してるのか、そういうことか。はい、チャージモードにしました。はい、でこれで、ちょっとね本当はねこういう風にエンジンかけたり止めたりって繰り返してよくないんで普通はしないんですけど、はい、この状態でバッテリーが少ない状態で、はい、もう一回ボタンを押すと、はい、EV モードに切り替えませんって言ってハイブリッドモードになるんですね。今ハイブリッドモードです、うん、これはだからバッテリー残量少ない時にやるとこういう風に今みたいにピピっていう風に音がするんで、うん、なんかだからハイブリッドモードに素直に切り替えるっていう風にすれば別にこういう 音をさせる必要ないと思うんで、うん、だからその辺がねちょっとユーザーインターフェースが、ちょっと個人的には不満ですね。まあただそうですね、やっぱ普通にEV として走る機会が多い方だったらこれ別に気にならないかなっていうふうには思います。まあそういうことを考えたらどんな人にとっても違和感なく使えるようにするってことを考えたら、うん、やっぱりねチャージモードのボタンは別で設けるのが理想ですね。だからこの車そのハイブリッドモードと EV モードに切り替えボタンって一つだけなんですね。でその一つのボタンをこういうふうにハイブリッドモードの状態でボタンを押すと、まあ、バッテリーがあれば EV モードに切り替わります。今みたいにバッテリーないと EV モードにはならないですね。はい、こういうふうになりますね、うん、まあ、チャージモードはする場合は長押しします、うん、チャージモードは長押しして、でその状態チャージモードの状態から、ハイブリッドモードにする場合は2回ボタンを押すと。ただまあちょっとその辺はどうなんですかね、まあ、EV で走ってる人でもチャージモードを使う人は、でもそもそもチャージモードなんて使う人は、うん、どうなんですかね、 EV で走らない充電しないっていう人も結構いる気がするんで、まあ、普通充電するのかね、普通充電する人だったら別にチャージモードとかあんま使わないんじゃないかなって思ったりも、まあ、それは使うのか、まあ、いろんな人がいると思いますけどね。ただ、うん、ちょっと個人的にはそこはいただけないなと思いますけど、まあ、これはでもねまだ理由わかるっていうか、まあ普通にね、充電して走るのが普通だと思うんで、うん、まあいいんですよこれは。だけどやっぱ先ほど言った最初に言った、バッテリー残量の話ですね。このエネルギーモニターでバッテリー残量詳細がわかる、詳細っていうか全然概要も全くわからないっていうねいうのはこれは、うん、こ
これはちょっとね、手を抜いてるっていうか、まあ、ソフト書くのはめんどくさかったんだなとしか思わないんでちょっとこれに関しては、合理性がないと私は思うので、ここは大きな大きな不満点です。別にこのソフト書くのにそんな労力いらないと思うんで、なんかあったのかな、なんかソフト的にちょっとここバッテリー残量入れたらなんか不具合があったんですかね。ちょっとその辺はなんでなのかはすごい気になりますけどね。まあこんなの気にする人はあんまりいないと思いますけど、でもまあそういう合理性がないと思うので、私はここに関しては大きな不満ですということで、思います。まあただね、それぐらいしか不満ないんですよ、この車、正直ね、っていうくらい非常に満足度は高いです。まあ、結局ね、だから納車した時の不満とほぼ一緒ですよね。納車してすぐとかに喋った、まあ、あるいは納車する前かな、その話は納車する前に言ってましたよね。そう、先代の PHEV はこれバッテリー残量の表示確かあったんですよね、この画面でも見れたんで。だその辺も含めて完全にこれ解約されてるというか意味不明なので、で、まあ、今年そうですね、この車モデルチェンジっていうか微妙に改良されたみたいですけど、どうなんですかね、このバッテリー残量変わってんのかな。いやでも変わってないだろうな、おそらくって思うんで、ちょっとこの辺は、まあ不満ですということで、ちょっと声を大にして言いたいなと思ったんで、今回こういう動画を撮りました。はい、まあ、ただねこの車に対する不満っていうのは、まあ、それぐらいしかないっていうことです。言ってみればね、それぐらい、まあ、個人的には非常に気に入ってます。はい、ということで今回は、プリウス PHEV 納車して1年経って、思う不満点についてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。